GA チームを立ち上げた時の気持ち、初心っていうのはどんな気持ちだったんですか？立ち上げた時の気持ちは難しいですよね。まあ、いろんな思いが出ましたし、小さい時の初めてのゲームはボーリング場行った時に、まだ当時国内の日本産のビデオゲームがない時代で、多分スターウォーズのベクタースキャンの表題がポーンと置かれていて、なんだこれと思って、まあそれを親にせがんでやらせてもらって、でも何十秒かで死んじゃって、でもまあそれの鮮明な記憶残ってますよ。すごいものが出てきたっていう、まあスターウォーズはもちろん大好きだったんですけど、それ以上にもうそれが遊べるみたいなね、感覚がすごいあって、スターウォーズの映画の中でルークが最後デススターのところに X ウィングでね行って、最後、まあ、シュートしてでデススターの核に打ち込むみたいな、まああれって結局スターウォーズの映画の最大のカタルシスじゃないですか。それをね自分で遊べるわけじゃないですか、動かして。いやまあ今なんてはそんなこと当たり前ですけども、それそのものを自分が操作するなんていうことすらが奇跡みたいな瞬間だったので、いやもう興奮ですよね。寝ても覚めてもまたあれを遊びたいみたいな。子供の頃なんてお小遣いもそんなあるわけじゃないですし、基本的に全て駄菓子で使い果たすようなお小遣いなので、また次にねボーリング場行くのを本当に期待して、多分母親ねだってたと思いますよ、またボーリング行こうよみたいな感じで。まあ当時だとまだ日本だとビデオゲームじゃない実際に作られた筐体みたいな遊びがいっぱいあって、コイン飛ばしたりとかみたいな。でもそういう筐体の中に突然とんでもなく輝いてましたよね。テレビゲーム、ビデオゲームっていうまだ言葉もなかったので、言葉としてどう捉えていいかわからないんですけども、電子の発光物が揺らめいてるみたいな、そういうものでしたよね。本当になんか未来の遊びをその時初めて体感した感じがして、染み込んだ感じですよ、体の中にビデオゲームが。だから僕にとってビデオゲームってやっぱり日本というか海外なんですよ。アメリカから入ってきたとんでもない遊びみたいなもの、なんかそういう感覚がずっとあって、なんかそれは今もなんか引っ張ってますよね、すごく。やっぱりアメリカから来た文化みたいなものをこうすごい直接こう体感した感覚がありますね。ビデオゲームの仕事ってどうやって入るかも分かんないし、すごい敷居の高い世界っていうふうに思ってたので、生活の中でもゲームはねやっぱり買えなかったんですよ。まあもちろんゲーム好きだったんですけども、僕にとってゲームは高くて優雅な贅沢な娯楽だったんですよね。そういう意味でも本当視界に入らないぐらい高いところにある世界だと思ってましたね。だけど僕にとってやっぱりラッキーだったのが、プロレスが大好きで本当にプロレス漬けだった。プロレスゲームを当時作っていたヒューマンというブランドがあるんですけども、ヒューマンのファイアープロレスリングシリーズ、まあ略してファイプロっていうシリーズがあって、まあこれも本当にプロレスゲームのナンバーワンだったんですね。そこをにだったら入れるんじゃないか、作れるんじゃないかみたいな、ちょっと淡い期待があって、それが本当に少しだけなんていうのかな、針の穴みたいな、ちょっと穴が開いてたんですよ。そこにうまいこと滑り込んでこの業界に入ったっていうのが経緯です。いつも思ってるんですけども、プロレスの神様が僕をゲーム業界に入れてくれたんじゃないかなと思って。
最初に作ったのがスーパーファイアプロレスリング3という、これがデビュー作で、やっぱりヒューマンの代表作、看板タイトルの続編というものをいかに、まあ、しっかり職業監督として作り込めるかというところ、まあ、これを達成した後に2作目で、まあ、自分の自我みたいなもの、そういったものを詰め込んだのがファイプロスペシャルという作品だったんですよね。ここで一つ僕がゲーム業界に入りたい時の思いだったりとか、2作目のディレクションで達成できたっていうのがあるんですけども、ただでその作る中でゲーム業界に自分が身を投じて実際作る側の当事者になった時に、やっぱり思いとしては自分が発想したゲーム、自分がオリジナルのアイデアで企画したゲームというものを自分の手で作りたいというのはもう自然と出てきた感情ですね。本当に他のメーカーが作らないような斬新な企画のゲームがたくさん世に出る会社だったので、時代は次はプレイステーションの時代になっていくので、よりそのものを作る可能性って広がるじゃないですか。その中でなんか自分の作りたいものっていうものはあったと思うんですけども、よく覚えてないな。なんだろうな、いや結局シルバー事件につながってはいくんですけども、早くファイプロ卒業して自分はそっちの新しい自分の企画を作りたいっていう、それはねすごく強く思ってましたね。当時ヒューマンの同僚だった人が、今形としては存在しないんですけども、アスキーという会社がありまして、アスキーのゲーム部門があったんですね。そこのプロデューサーをやっていて、で彼からうちに来ないかという、まあ、誘いが、結構前からあったもんですから、まあ、そこで声をかけたら、まあ、よかったら会社ごと来ないよみたいな、チームごと来ないよ、会社作れるよっていうこともあって、まあ、それでメンバーを集めてグラスホッパーの組織を作っていこう、まあ、ゲーム会社を作っていこうというふうに思いましたね。それが本当スタートになります、グラスホッパー。立ち上げた時の気持ちは難しいですよね。まあいろんな思いが出ましたし、引用になってしまうんですけども、僕の尊敬する前田明兄さん、あのプロレスラーであり格闘家なんですけども、リングスという団体を旗揚げした時に言われた言葉で、選ばれし者の恍惚と不安二つ我にありという、なんかその言葉と同じ感覚をグラスホッパー立ち上げの時に思いましたね。やっぱり恍惚とそして不安というこの2つが本当同じ量で大きなものとして自分の中にのしかかってきて、自分たちで新しいゲームを作れるという喜びはもう最大限に嬉しいんですけども、社長という役割はもちろんしたこともないですし、本当にただのものづくりの人間だったので、経営者という立場の怖さはすごくあって、ヒューマンという本当にどちらかというと鎖国してたようなあの会社なんですよね。他のメーカーとの交流も一切なくて、まあそれこそインタビューも禁止みたいな会社だったもんですから、あの僕自身も世に出ることは本当少なかったんですよ。その僕が代表して、でゲーム業界っていう本当の海の中に自分から飛び込んでいくっていうことの怖さは、まあ本当恐ろしかったですね。このゲーム界の中で生き抜いていけるのかどうか。サラリーマンの時って普通に給料が入ってくるじゃないですか。だけど会社ね経営するっていうことは、僕がお金を生み出さないと給料ってみんなに払えないわけであって、自分のギャラもそうですし、それは本当に身の毛がよだつほど怖かったですね。本当に多分、うん、ちょっと胃に穴が開くぐらい、穴開いてないんですけど、うん、でも一口ゲロとかよく吐いてますよ僕なんですかね、あの一口サイズのゲロがたまに、うん、咳した瞬間に一口ゲロが出てきて、で一口なんでまた戻せるんですよ、うん、多分ないみたいな、そういうね。だからこれまでに自分なかったこう体の変化もあります。そのぐらい大きなものを、うん、背負って、そういう時代だったと思います、グラスホッパー立ち上げの時っていうのは。